はい、ドーン。さあ、今日でラストパートにできるかな。前回ですね、ちらっとここを覗きましたが、もうどう見てもこのスペース、もうボス戦としか考えられないですよね。1、2、3、4、5、6。ね。ということで、まあ早速やっていきましょうか。どうせあの爆発が終わったところで、やつ生きてるんでしょっていうところの話ですから、まあ、あいつが出てきて、原作通りなら、ここは何もない。原作通りなら、まあ、もう一回倒さなきゃいけないんでしょうけどね。とりあえずやっていきましょう。ボーラキで、あ、そっから来んの？ってことは、彼もあのエレベーター登ってきたってことですよね。まあ、なんとのも丁寧なお話。来た。さあ、先に行って待ってるよ、ジルちゃん。俺を置いていかないでね。さあ、ついていくか、ジル。おっと、ここでしかしワクチンを落としてしまった。さあ、ここでジル、サスケのごとく登ることが、おっと、これはなんだ、誰か来た、現れた。そう、誰のサイモンだ。サイモンじゃない、ニコライだった。相変わらずのサイモンか。サイモンか。俺よりもか。ふん。なるほど、しかし。相変わらずのちょっと嫌な顔、せっかく血を吸って、おっと、ここで手を踏む、なんというご褒美プレイ。ご褒美プレイだ、まるで生かしてないとはなぁと。命とは値段がないものだろうだが、その命で俺は金を稼いでいるという、なんともゲスを、おっと、そっちの手を外す。まあ、なかなか外れ、しかし、そこで手を差し伸べない、極道飛躍、もう何か日本語が喋れなくなっている。今のうちに水分補給をしておこう。Maybe I don't need the vaccine.決まりだ。さあ、蹴って落とした。くる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 、ドスン。これだけのタイムラグがありながらも何も手を下してこないネメシスちゃん、なんて君はいい人なんでしょうか。さあ、やっていきましょうか。ちょっと待って、なんかコントローラーがうまくいかない、いきなりこんな出落ち、やめて、さあ、あの頃の私とは違うんだ。さあ、あの頃の私とは違う。お前みたいなピッコロ野郎に俺が負けるわけがないだろう。オラドーン。もう一丁ドーン。どんどん焦げていくね。ネメシスだよね。待って。全然弾を装填してくれない。うわ、切れてる。どう思ったか。ドーン。あ、よけよった。甘い。うわ、よけよった、こいつ。何、お前の弾は見切っただ。ってか、オラ、負けない。オラ、爆発しろ。青春は爆発。あー、お食事タイム。いただきます。やっぱりいただきます。お前ばっかりこの食ってんじゃねえよ。ってか、てあ、弾なかった。べ、ほい、よーら、甘いな。俺だってな。なんなんだ。よしほい、燃えよう。お前にとどめを刺した。焼夷弾だ。どうだ、参ったか。そして、ショッツ。ジル、カロス？ジル、いたんだ。あ、相変わらずの斎藤匠。サポートする。マジで、そっからなんか出してくれる？え、お願い。なんか汚れてる。だいぶジルよ。ジルっち汚れてるっち。おー、燃えたー！怒りの叫び。なんか燃えろ。燃えない。あー、これまたあれか、マインスロアか。気をつけろ、ザコも出てきた。ザコっちも出てきたっち。ならザコが俺を邪魔する前にぶちのめしてやろうじゃねえか。あー、よけろ。やばい、めっちゃ切れてる。やばい、ザコって、ゾンちゃん、どうも、ゾンちゃん、なんか巻き込まれてる、かわいそう、どんまい。と思ったら、またなんか登っていってるよ。ってことは、じゃあ、とりあえず仕掛けといて、ちょっと待って、ゾンビ怖いけど、ゾンビは特に現れてこない。めっちゃ現れてきてる。気をつけろ。わかった、気をつけるよ。ほら、復活が早い。ふっ、よし、ゾンビをかわしてからの、めっちゃ伺ってきてる。ほら、全然食らわないじゃん。完全になんか無視されてる存在な気がする。おお、なんで仲良くしちゃダメ。ほい、あ、また行くのね。いってらっしゃい。なんかアイテム落ちるから拾う。おはようございます。
ナンバー6。ナンバー6。ほい、お帰りなさいませ。今の畳みかけろ、畳みかけろ、畳たった全然ひるまんじゃ。なになに、ほっ、甘い。甘い、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 甘い。ちょっと待って、なんかどん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 ザコッチが増えてるっち、やばいっち、やばいっち、やばいっち。ほい、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 ほい。休憩、休憩、休憩、休憩。はいはいはい。イギリス人、グリーンティータイム。あ、全然避けないじゃん。ゾンビ邪魔、ゾンビ邪魔っていうか。ほまい、あ、あれ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 、甘くなかった、甘くなかった。ほい、ケツケツ、あーちょ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 、また登るってか。先に仕掛けといてやるよ、ご褒美タイムだ。ほいとー、またザコが出てきた、ザコの上に落ちてきた。どう、オッケー、倒した。あれ、もろくない、終わり。うわー、ざまー、チルチル、めっちゃ汚ね。チル、クレーンを下ろすから。斬新なエレベーター。おっと、やっぱりまだ生きてるフラグ。嘘でしょ、君ハンドガン持ってないのになんで持ってるの。チル下がれー。おー、映画のワンシーンみたい。下顎いかれた。もうちょっとさすがに生きてらんない。さあ乗れ。私、脇匂わないかしら。今からこれでやつを溶かすぞ。何、おお、これは濃厚なグリーンティー。うわー、俺今カテキンはダメなんだって。カフェインを摂取しちまったら溶ける。俺はどちらかというと麦茶派なのに。最後に親指立ててたら完全なるターミネーター。 Okay. そうか、やつには立てる親指がなかった。オッケー、その先で落ち合おう。ニコライ、お、どこ行ったの？まあどっか行ったんでしょうね。ワクチンを取り返さないと。あ、なんかある。まあガンパウダー。あ、救急スプレーと、ある兵器の設計書を称。プロジェクト名。インファントリーユースネクストジェネレーションレールガン。読めねえよ。強磁性歩兵連隊用次世代レールガン。そっちも読めねえしな。コーネル・ガーナー、コーネル・サンダースみたいなね。高い火力の二次効果的として、二次的効果として対象物の痕跡を一切残さず廃棄処理が可能。おお、この、ザ・フィンガーは最高にコロナ兵器だ。気に入った。威力は文句なし。出力の調整ができればなおよし。戦地の運用に向け機動性の確保は課題。台座の改良カバーができ、改良でカバーできないか。外部電源が複数必要だが、実戦では確保が難しい。電源は室で稼働するようにしてほしい。以上。現場からの声っていうのが一番複雑だったりしますよね。ああいうのっていうのがどうなんでしょうね。こう回復薬とかいっぱい持ってっといた方がいいのかな。ショッタマはとりあえず、ショッタマ少ねえ。まあ、とりあえずこんな感じ。ああ、もうこれも使う必要もないし。違う、なんで調べたの。違う、テンパルな。よし、じゃあ行きましょうか。わお。ファイナルラウンド、一歩前みたいな感じ。あれにレールガンでも眠ってるのかな。で、なんかね、多分ね、あれを使うんでしょうね。なんか、3つくらいあったじゃないですか、現場でも。で、でまた新しいエレベーターみたいな感じかな。ここでゾンちゃんとか出てこないですよね。ゾンちゃん出てきたら、もういよいよめんどくさかったりするんですけどね。開けたらね、白いのが、ウェーって出てきた。お、出た。サイモンじゃなくて、誰だったっけ、サイモンじゃなくて、そうだな、捨てろ。だってお前そのハンドガン持ってないのに。持ってないのに。落ちるのはサイモンじゃなくてジル。どでかいあれか、あれにしか見えない。お開き。なんかこの現れ方、どちらかというとアレクシアみたいな感じがする。あなたもそっち系でしたの。ってことは最後の体貫かれて終わるやつじゃん。あれっていうか、いつになったニコライお亡くなりになるんですか。原作と比較しても仕方ないんですけどね。あ、ほら、なんか上に吊るされて終わるじゃないですか。ねめちゃんに健闘を祈るニコライ。ジル、ワクチンを奪われた。ニコライを追って。君はどうするんだ。時間がない。ここはなんかちょっと待って、グリーンティーが下から溢れ出ている。
やばいやばい、お前も カフェイン入れてる。This is the last fucking time。 せめて武器を構えたまえ。そしてなんか熱そう。早速レールガンって使える？早速レールガンって使える？後ろにあったやつ、後ろにあったやつ、これ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 使える？あ、なんか使える。外装する、やばい、来てる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 、急ぎ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 、よし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 、カチャンカチャン、ウィーン。あー、標準揃える。顔面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 、よしま。あ、ムービーになるな。先ほどの標準になった気がする。うわー、やっぱりなんか出てきた。うー、めっちゃ切れてる。強制冷却中で、あー、自動でやってる。あー、行かないやつもいる。わがまま、電源が必要なの。あ、丁寧に、その場に下ろさずに丁寧。あ、うん、うん、よし、急ぎ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 。いやー、なんか出てきたね、なんか出てきたね。ドーン、ドーン。よし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 、今がチャンス、今がチャンス。一体、あ、違うのね、違うのか。くそ、やばい、やばい。ちょっと待って。よしよしよし。え、てっ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 て。巨大化ウイルス注入、電磁戦隊。あっちいって。待って、体力大丈夫？いや、全然避けるというか、なんかもうあれ出す、あれ、あれ出す、あれ出す。燃えろ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 。やばいやばい、全然食らわないじゃん。全然食らうんだす。よし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 、あと一個、あと一個、邪魔、腕邪魔。やばい、来てる。よし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 、なんか倒れた倒れた。さあ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 、すげえ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 、あぶねあぶねあぶね。すげ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 、よしよしよし、次、人間は残りあと2つです。うっ、してるしてるしてる、急げ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 。これどこまでいける、どこまでいける、どこまでいける、だだ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 だ、急げ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 、よし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 。いやー、邪魔、腕邪魔、腕が邪魔、すり抜けられない、すり抜け、ちょっとだけ。さあ、起き上がった、復活を。おはようございます。なんでハンドガンの弾ばっかり。せいぜい頑張って何度でもくたばらせてあげるわ。そして人間たんもの、よしよしよし、じゃあゴン、よし、いく、えっ、やぶね、動くな、よし、もう一丁、あれ、あとあと、やばい、うっ、ほい、ラスト一歩。おお、今の神回避じゃないけど、勝手に下手くそ下手くそ。よし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 、慎重に慎重に、彼が起きない。起きてきてる、起きてきてる、急げ、ナメプオツ。これあと何回繰り返さなくちゃいけないのかな。とりあえずまた顔どこだ、よし、うい、一番僕当たってる気がする。あ、終わり、あ、終わりだ。あ、お疲れ様でした。なんだ、ラスボス軽いじゃん。これだったらも、ああ、進め進め、これだったらなんかあの RE2 のね、G4 とか、G4 とか、タイランドの方が出てくるやつもね。うー、赤ワインのご褒美プレイだが、またここでアルコールに酔うわけにはいかない。 Good riddance。 せいせいした。跡形もなく、確かに跡形もなくだな。じゃあ急いで進みましょう。これなんかあの緊迫感があんまないっすね。あれ？こっちじゃないよ。こっちじゃない。あ、こっちかこっちか。あ、はしごがある。あのね、なんかミサイルが飛んでくるとか、あのタイムリミットがあるとかってバイオ特有のやつがあるじゃないですか。あれなかったんで、ちょっとなんか緊張感なかったっすね。でも結構武器余ったな。しょったまめっちゃあるしな。うん。結構余裕でいけましたね。ジャブジャブ使ってもよかった。ちょっと痛そうなので攻め回復させてあげましょう。まあボスも大してもここから出てこないでしょうからね。ニコラにワクチン持ってかれるわけないかね。ネスト2ってやつでしたっけ、ここ。確か僕はいけないみたいですね。じゃあ行きましょう。さあ最後、でもニコライまだ生きてんのか。どういう結末になる感じこれ。あれ、ちょっと待って、銃が構えられない。あれ、銃が構えられない。銃は変えられるけど構えられない。行きましょうか。あ、こ、いや、構えられた。もうアイテム落ちてない。アンブレラの箱がある。よし、行きましょう。あ、ムービー。どうした、どうした、どうした、どうした。カルロス？あ、ついにカルロスまで泥酔四つ。
私の次はあなたが二日酔い。シラフは唯一サイモン。ニコライだった。スターズ、もうここまで来たらしつこい気がするんですけどね。素で間違えてるからな。ふぅ、誰がお前にウコンを飲ませるか。分かってる。お前の二日酔いを直す気はないんでね。雇い主のアンブレラを潰せ。10分。ミサイルが発射されたか。そろそろ行かねば。なかなかいい筋肉してるな。忠告を聞かないからこうなるんだ。さっさと殺せみたいな感じのやつ。うわ、おはよう。水剣。水剣と、なんだろうね。何剣なんだろうね。うわ、おニコライ、意外と強い。うわー、おお、やっぱり酔っ払いは勝てないのかな。あ、酔っ払いの逆襲。あ、なに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 、撃てジル。え、どういうこと。どういうこと。あなたにも当たる。早く撃て、ためらうな。他に方法はない。あ、なんかこれどっかのバイオ5で見たことあるし。おお、え、まさかのプレイ。あ、撃てばいいの、撃てばいいの。こいつには撃てない。そんな度胸もないさ。ちょっと、せっかくなんでカルロス撃ちましょうか。え、嘘。え、New you couldn't pull the trigger。 こんな落ちだったの。ニコライ主人公説。デッド。 You are dead。 知らない。マジか。真のラスボスはネメシスじゃなかった。うわぁ、ニコライを撃て。あ、こっからかよ。やっぱニコライ撃たなきゃダメだったんすね。マジかー、そういうことか。うわ、最後の最後でまさかのあのカウンターが邪金かよ。ちょっとね、まさかの落ちすぎて、隣で編集さんが目をパチクリさせてますわ。よかったね、最後出番ができて。え、もう一回増えるよ。よかったね。くっそ、マジか。ちゃんと打たなきゃダメなんだ。結構支配系シビアだな、マジか。ってことでデジャブ、お前に渡すウコンはない。でも私はこの使いを直さなくちゃいけないのよ。おう、じゃあ返してやろう。と思ったか。ダメ、これで私の使いが長引いちゃうの。何してるか分かってるの。ああ、分かってる。俺の知らないよ。もういいと。デスカウンターはもういいと。忠告が入ったので、あのちゃんと次はニコライ撃ちます。はい、これ飛ばせるのかな。シーン、まあ、ちょっとね、まあまあいいや、そのままちょっと長くなる。さあ、もう一回水剣 VS シラフとの戦い。さあ銃を奪い取った。しかし膝蹴り、右ストレート、そしてまた膝たび膝蹴り。さあ、そうなら負けているが、おっと、ここで右、そして左フック。もし右じゃ全然実況が追いつかない。どうやら実況苦手なようだ。腕知る。さあ、なんか見たことのあるシーンだ。バイオ5再び、本当ならウェスカーとクリスがあって、そしてここでお注射を打つのはシェバだった。他に方法はない。さあ、じゃあどこ打ちましょうか。心臓バーンを打った。全然違うところ打った。おっと、肩を貫通したのか。俺の世界なんて寂しすぎるって。ちょっと不細工な斎藤。おっと、後ろでサイモンが苦しんで。違う。ニコライが来る。もうサイモンに見えてきた。もうサイモンでいいんじゃね、こいつ。ああ、なんか一生懸命何かを探しているけど、銃がないからね。世の中に何でも値段がついている。世界を燃やすことにもなる。相変わらずの冷たい目。I'll tell you. 教えてやる。逃がしてくれてるな。金はいくらでも払う。I'll pay you whatever you want. じゃあ2億ドル。You're a fool. 金じゃないの、世の中はって言ったその感じだけどな。そうか。じゃあこれなんかどっちかって言ったらあれですね。あのバイオハザード2アポカリプスの終わりみたいな感じだね。ゾンビは全然来ないけど。今からゾンビ来る系？あれ？あ、バリーじゃないんだ。撃たれて気がおかしくなっちゃったみたいね。人間あれなのかね。死を覚悟したらもう本当に絶望するか、もう気が狂うかになっちゃうのかな。っていうことは、7、8分後に彼も揉まれてお亡くなりですかね。夕日。綺麗。てかほっぺたの傷は誰にやられたんだろうね。
ネメシスに引っかかれてたかな。まだ綺麗に来たわ。早い早い。キュイーン。そっか、バリーじゃないのか。信頼できる仲間よとかってなんかそんな、ま、あの一言があったと思うんですけど、相変わらずの気の毒。そっか、ちょっと違うね。カルロスが運転するんですね。カルロス、あの C 大丈夫、大丈夫っぽいね。回ってます。カプコン製のヘリなのになんとか持ちこたえましたね。It's finally over. So long, Marcy. さよなら、ラクーンシティ。まあなかなかこう感慨深いですね。I felt empty and cold as the heat from the blast washed over us. All this death wasn't caused by a monster making the virus. It was greed. なんで歌ったんやろな。Human greed. 人間の欲望だ。そうね。金を。I decided then and there, the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes. で結局またクリスを追いかけてヨーロッパに向かってで2003年にアンブレラを壊滅させるというオチになりましたね。アンブレラのあのねアンブレラクロニクルズですか、やったんですけど、まあ、あれもぜひねこういう形のやつでもう一回できたら面白いんですけどね。差別化も操作できるから面白かったりするんですけど。ということで。終わりですかね。エキストラプレイみたいなそんなのがなければ終わりだと思います。ということで、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。まあ、感想としてはちょっとさっぱりしてるかなっていう感じですね。編集さん見ててどうでした？ノーコメントだそうです。まあ、多分ね、ただうるさい実況やったなみたいな、ね、編集さんもね非常に頑張ってツッコミと言っていただいたことにありがたいななんて思いますけどね。なんかそのネメシスの登場シーンが少ないというか、追いかけられるけど大体その一方通行でその行ったり来たりして常に先回りして奴がいるみたいな恐怖感っていうのは、まあ、あんま感じられなかったなとかっていうふうに思うんですけどね。寂しいなと思ったのはグレイブディガーみたいなその原作にはいて今作には出てこなかったボスとか、まあ、公演みたいなステージとかでもなかったのがあるんですね。でやっぱりバイオ特有のそのなんていうんですかね、謎解きみたいなものもほとんどなかったですよね。前回の方がアリスの方が結構深かったんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですけど、今回はまああっさりしてましたね。最後の方にあったワクチンの生成くらいじゃないですか。あとトレインのあれか電車の行く方向ないね、あれもなんかたまたま偶然全部うまいこと言っちゃいましたけど、まあそんなところはどうでもいいとして、どうですかね皆さんは特にプレイされた方々はどんな印象でしたかね。まあもうちょっとその同じところ行ったり来たりとかしてちょっとずつ進める幅が広がっていってっていうような、やっぱりこうその繰り返し、あるいはもうその一方通行にするんだったらもうちょっとこうまあね長くプレイなんかもしたりするといいんじゃないかなと思いますけどね。まだバイオ3の動画をこうちょっと見てないのでこれから見ていこうかななんて思ったりするんですけど、やっぱり梅田ジャパンさんなんかがやってるようにもうストレートに行ったら45分とかで終わるようなものなんでね、まあそう考えるとこのくらいのボリュームになったりするのかななんて思うんですけどね。まあということで動画もうまいこと終わりましたんで、ちょっとここからはね前半パートとかの方に私の耳元でっていうですね、悪魔のささやきが何回かありましたけど、そのロケラも使って2周目3周目なんかプレイして、まあ、ちょっと調べきれてないところなんかも調べていこうかなって思ったりするんですけど、まあ無事に終わってよかったっすね。でもまさか最後の最後で皆さん注目してください。ジルバレンタインの声デボラですよ。デボラと聞いてあ違うボイスキャストだからデボラまた別のあれか、中心ボイスキャストだからっていうね、デボラでしたね。バイオシックスのシリーじゃなくて、もう名前が出てこない年からって感じなんですけど、誰だったっけ、レオンと組んだ人、ヘレナの妹役でしたね。ヘレナが実は声だったんだよね。全然違うよ、ヨヤツコさんとかね。まあでもこんなテンションでゲームをすることもね、普通じゃありえないですからね。本当に多分隣で見てた編集さんとかね、奥さんとかは多分ただただ狂気の沙汰じゃねえなみたいな感じで見られてたかと思うんですけど、ところでこれいつ終わりますかね。編集時間がやばいことになってるんで、編集さんここ倍速とかでもいいですよ。僕のこんな雑談とかを聞いても仕方ないんですけど、やっぱディレクターズカットじゃなくてなんだっけ、エンディングは大事になってめっちゃ怖い顔で見読んでくんじゃん。カツ、オッケー、カットしてて、カットカットされましたよ。完全に引かれましたんで、はい。これなんか飛ばせない、どうしましょう。まあもう飛ばしますか。飛ばせた。待って、後ろにサンドバッグがあるよ。サンドバッグ誰？いい尻誰？サンドバッグがある。そんなにイライラすることがあったのかな。今の新しい部屋ですかね。お、リザルツ。で、スタンダード4時間20分です。5。あ、これちなみに、2回減ってるんで、実際は7死んでます。ランク3。なんとも言えないところですね。セーブ16。はい。というリザルツでした。初プレイにして、この結果っていうのは一体どうなんでしょうかね。
ということで、バイオハザード RE3、全パートが終了しました。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。次回はですね、なんかどうやら奥さんがこういう実況やってみたらということでゲームを考えてくれているみたいですので、完全に私は初実況になるんですけれども、まあ、バイオも今回初実況なんですけどね、そのゲーム自体としてはどんなシステムか知ってたからある程度動かし方分かってたんですけど、次回やるゲームが一体何なのかっていうのもその名前も知らないので、ジャンルが初めての可能性もあるので、どうなるか今からドキドキなんですけれども、また次回もゲーム実況やる機会がありましたらぜひご覧いただけたら嬉しいです。ということで、本日も最後までご動画ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。